今まで紹介した祖先の中で中立的ナンンバーワン僕にとってのおそらくこれからの10年のバイブルになると経済と道徳を合体させて私が教えるそれが失われた日本の精神教育だということでこの本が始まるわけですよこれが経済だけのビジネス本だったらね大したことないんですよこの人が論語を語るから面白いさあ行きましょう どうも中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム日本史、渋沢栄一、論語とそろばん編すごいありがとうございます。いや、あのー、これね、僕、今回論語とそろばんを選ばせていただいたのは、あのーまあ、前回ね、孫子の兵法をやらせていただいたんですよ古代中国の教えですよね。 どっちかというとなんか、あのー、西洋とかの教えの方が今っぽいような感じがしてて、古代中国の教え後回しにしてたんですけども、孫子の教えやって、むちゃくちゃ面白かったんですよ。その上で、あ、これは侮れないと思って、論語に行こうと。孔子に行こうと思ったわけですよ。ただね、孔子の本体に行くより前に、そういえば論語を渋沢栄一が扱っていたなというふうに思い出したんですね。 その渋沢栄一の偉人伝は動画でかつてやったことがあるんですよ。だとしたら、こっちを先にやってもいいかもなと。なぜなら渋沢栄一さんは2021年に大河ドラマになるし、2024年に一万円札になるから、そのタイミングでね、ま、なんとかあの、この動画チェックされる可能性もあるわけじゃないですか。栄一さんお願いしますよということで、調べたんですよ。ただね、正直この論語とソロ版、今まで紹介した祖先の中で、 中田的ナンバーワン中田的ナンンバーワンついに出ましたこれはね僕にとってのそらくこれからの10年のバイブルになるとそれが一体何でなのかっていうのをご説明しつつですね今回参考にした書籍をまず、えー、ご紹介したいんですがまずざっくりとですね、えー、軽く触れたいという方にはこちら漫画版の論語とそろばんですねこれね、あの 非常に読みやすいです。あの、ロンゴとソロ版の中の一節を、渋沢栄一がセリフとして、ちょこちょこ言いながら、渋沢栄一の、まあ、生涯を語る感じなので、ロンゴとソロ版がっつりというよりは、そのセリフの中に含まれてるっていう感じ。ただね、あっ、こんなすごいかっこいいやつなんだ、っていうのはわかります。あの、とにかく渋沢栄一一人がイケメンに描かれてて、 他はだいぶと悪く描かれてるのですごいこう、思い入れは入れやすいですねその上でねま硬い方もいかなきゃなということでこの角川ソフィア文庫の方のですねこの論語とそろばん硬そうでしょうただねこれむちゃくちゃ面白かったんですよ正直まあ漫画版でさらっとさらった後にこちらをがっつり読んでいただきたい私もねここ過去ないぐらいメモりましたもんね ものすごいメモっているんですよ文庫版にこんなにメモるかっていうねぐらいメモらせて頂きまして面白かったんですよね。 というのもなぜなのか。それをね、ちょっと前半説明したいと思うんですけれども、この論語とそろばん中谷ドンピシャでした。ああ、その渋沢栄一さんをやった時にね、まずすごいかっこいい人だなとは思ったんですよね。えー、時代で言うと日本の江戸末期から明治時代のまあ初期をまあ、彩った日本の偉人なんですけども、結構経緯が面白いんですよね。もともとは上位志士だったわけですよ。ね。外国を打ち払って、もう幕府もぶっ倒しちゃおうみたいなね。 ちょっとまあ革命思想だったわけですよね。ところが、幕府ぶっ倒すぞーって言ってた、血気盛んだった若者だった渋沢がですね、ひょんなことから、あの、徳川慶喜。ね、その時はまだね、将軍じゃなかった慶喜のもとで働くことになるわけですよ。こっち側につくんだって言ってたら慶喜が将軍になっちゃうという。ね。 潰すぞって言ってたあ、その本丸の中核の幹部になってしまうということがありまして、そんな中ですね、まあでもまあ徳川を頑張って支えなきゃというふうになった時にですね、まあ、ひょんなとことからまあ優秀だったのもあって、パリの万博に連れて行かれたんですよね。えー、パリ万博お前見てこいとね、言ったらもう、 フランスのあまりにも先進的な文化に触れて、すごい凄す,すぎると、これはあの、日本ももっとこういう風に進歩しなきゃーっていうのを見てですね、帰ってきた時に倒幕されているというね。<laughs> あの、もう幕府がもうないんですよ。うわー明治政府でも優秀ですから、大蔵官僚としてね、働くんですが、色々と思うところあって、これは俺官僚じゃないかもしれないと。国家側よりも、むしろ、 民間に移って商売とかね、経済界元気にするぞということで財界人になりました。そして財界人としてですね、このパリで見てきた株式会社の概念を導入するんですよね。 株式会社ってのはすごいよと。いろんな人が出資して大きなお金を集めて、それで大きい事業をやってみんなに分配するんだ。これがですね、言ったらまだ日本には根付いてなかったわけですよ。まあ商人が自分の資本で自分の商売をする。それだけだった。それをまあ集めて商売するんだっていうことができれば、もっと先進国のような大きい経済を動かせる会社が作れるぞということで、作りに作りまして、今で言うところの水ほ銀行、アサヒビール、札幌ビール、東京会場、帝国ホテル、東京ガス、 全てこれ渋沢栄一が手がけた企業であるというところで面白くないですか維新志士からの幕臣からの官僚からの財界人ですからねもうのすごい人生経験豊富なんですよしかも長生きなんですねこのね面白いんですよあのねこの漫画の始まりのシーンが面白くて。 始まりのシーンはですねもうおじいさんになった渋沢栄一がですねあのー、いろんな教え子とか子の子供たちと一緒にですねあの、ゲームに興じるんですねで勝ってですね「あわ,わしの勝ちだー」とか言ってね「じいちゃんずるい」とかって「ああ」とか言った後にですね自分の部屋に戻るんですよ書斎にそしたらですね亡霊がいるんですよもうなんかシェイクスピアの話みたいですけどね亡霊がいてす「誰だーお前そこにいるのは」って言ったらですね山形有友の霊がいるんですよ皆さん山形有友って聞いたことあると思うんですけど どういう人だっけって感じですよね。っていうのも山形有朋ってむちゃくちゃ人気ないんですよ。なぜかっていうと、日本のですね、また言ったらね、その強い日本を作るぞということを山形有朋は言って、まあ軍部を抑えてですね、日本の軍、軍の中の中枢を担って、そこを牛耳ってですね、まあその軍のトップまで上り詰めて、で、まあ総理とかも経験するわけなんですけども、この山形有朋っていうのは、 まあ、とにかくですね、まあ、頭はいいんですけどずる賢くてとてつもない才覚を発揮するんですが果たしてあのやり方で正しかったんだろうかと例えばですよ、クーデターが起こるって分かっていながら止めるって言った部,部下をですね、待てとクーデターを起こさせろって言うわけですねえどうしてですか人命が失われますよ俺たちがしたい改革があるだろう軍,軍のやり方を変えろって今言ってるけど伊藤博文が聞かねえよな。 クーデターをわざと起こさせるんだよいやでもでもじゃないよ1人か2人死なないと伊藤博文がうんって言わないから1人か2人死んだところでクーデターを抑えればいいんだよ頼んだぞそういうことをやるやつなんですよで実際にバンバーンとか言ってねわーとかってクーデターが起きた時にですねでうまく最初うまくいってるなと思いきや後から取り押さえられて何だったんだこれ実は山形有友が裏で手を引いたみたいなね そういういこととがあったりとか何かこうね外国でものすごい浪費してる商人がいてそれ何なんだって軍から公用費が不正に渡されてたとかねえお金渡された誰だ山形有友がどうもその特定の商人にお金を無担保で融資していた公金を無担保で融資しているありえないじゃないかなぜそんなことをするどうやら裏でそのお金を少しずつもらうという。 裏金をもらうんですよね。こう、キックバックをもらうというやり方をやっていた。私服を肥やしていた。なんていうことが明らかになるんですが、その証拠を全部ですね、その勝利に押し付けて、 その商人が自殺するように仕向けその商人はあまりの悔しさでその山形有朋にいるその軍の省庁の中で自殺をして大事件になるとかですねもうとにかくもう、山形有朋大丈夫かみたいなね私服を肥やすはもう剣暴術数で成り上がるはあんなやつでいいのかってものすぐい叩かれたわけですよでねその渋沢栄一とこの山形有朋の亡霊が合うシーンっていう面白いんですねねっ山形有朋が 死んでも死にきれないよとか言ってくるわけですね。なんでお前だけあんなに人気があるんだよとかって言うんですね。実はですね、この人気のせがあの明らかになったのが面白くて、実はこの渋沢愛ってね、そのまあ、死んだときにですね、まあ結構まあ、大往生ですよ、あの、もう、あね、年齢もかなり行ってから死ぬんですね。若くして死んだ人じゃないですね。行ってから死ぬんですけど、 死んだ時にですね、まあ、国民葬的な感じでいろ、まあ、んな関係者、だらもう、ね、ここ、乃木坂で収録してるんですけどその近くの、ね、青山祭場、ね、青山の、ね、葬式の祭場があるじゃないですかそこで葬式があったんですけどもそこにですね、関係者がうわー、来てでですね、もう民間人たちもうわー、来てですね渋沢さんなんてですねものすごい大騒ぎ、ね、もう何千人とですね、こうその死を悼んだというね渋沢栄一の,、ね、この葬儀というのがありまして。 片屋山形有のというのは、ね、これ大変なんですよ日比谷公園で国民葬を行うって言ってですね、あのテントを張ってですね、あの1万個あの椅子を用意したんですね、パイプ椅子バーッて用意したんですねで。軍の関係者1000人が来て、あと9000席余ってたらしいんですよ。 で、国民層から民がいない国層だって言ってね、ものすごい人望ない奴だって、もうそこでもね、わーって言ってね、死んだのも一つの社会貢献ですね、とかってみんなに言われたりしてですね、もうものすごいこう、運泥の差がついてしまったんですよね。その渋沢愛人ですね、山形有朋が吠えるわけよ。言うせないと。なんでなんだと。俺だって国のためにやっただろう。この山形有朋、この国の頂点の、軍部の頂点に立ち、強い日本を作り、今の明治のね、 あの、日本があるのは何の、何の誰のおかげだと私が強くしたんじゃないのか、ね、私の志が間違ってたのはんでこんなに差がついたって言った時にですね「確かに山形さんあなたがやったことも立派かもしれない」ね「じゃあ何が違うんだ私には論語があったのです」っていうふうに言ってですね、あの、お話が始まるんですね。 で、若き渋沢栄一がこうワーってあの始まるというこのねストーリーの始まり格好こいいです「えロンゴ?」とか言ってですね「ファーっつってねでそれが若い渋沢栄一が始まってね「ここがパリか」とか言って始まるんですね第1話がそのなんか始まり方面白いじゃないですかまさにですねこの渋沢栄一の「ロンゴとそろばん」っていうねタイトルからすると意味分かんないでしょ今のところね「論語とソロンゴとそろばん」どういう意味これもねはっきりと解説させて頂くんですが 人がですね、実績を残すっていうこととか、成功するとか、そういうことを皆さん思いますよね。成功したいという人いっぱいいますよ。ね。とにかく学生を教えてても、どうやったら成功できますかどうやったら成功できますかどうやったら世に名を知られますかお金持ちになるにはどうしたらいいですかこういう人は多い。でもね、山形有友とととと、その渋沢栄一を比べたときに、一体何が違ったのかそれを考えることっていうのはね、この本のね、大テーマになってるわけなんですよ。 人がよりよく生きるにはどうすればいいのかこのテーマがね非常に面白くてその知るためのキーがこの論語だっていうわけなんですよこの論語って何なの孔子ああちょっとだいぶ古い人だよねそうなんですよ中国の春秋時代出ましたね孫子もそうでしたもんねいわゆる春秋戦国時代っていうのは中国古代陰周の終わり陰周春秋戦国で漢の時代が来るわけですよね前漢新漢漢で三国時代と。 いうことにななるるわわけけけんでですすどもその春秋時代、乱れてるわけですよいろんなね戦いが行われてるわけそんな中に論語というですね、えー、ものが残ってましてそれが儒学とか儒教と言われるですねまあ、その教えの体系のもとになったじゃあどういう教えかというと古代中国における道徳や哲学まあそれを宗教と捉える考え方もあるけれども道徳や哲学の在り方を説いた。 ねえ、この孔子って人はね、こういうやり方で国を治めなきゃいけないとか、人はこういう風にやらなければならないっていうことですね、えー、言って回ったんですけれども、なかなか時のですね、まあ政治家たちにはですね、取り入れられずにですね、えー、この国を変えましょうって言いながら孔子はですね、あの、門前歯を喰らってですね、生前はあまり成功しなかったんですよ。ねいらんいらんお前の教えなんか関係ない。今戦争に夢中だと、ブワーなるわけですね。ところがこの孔子という人の教えは素晴らしいなぁというところで、 ものすごい弟子を携えてですね3,000、えー、人の弟子を最終的には連れてですねその教えはずーっとその中国何千年の歴史の中でどん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 とですね受け継がれていったということになるわけですねでその教えがですねまあ江戸時代に、えー、かなり日本にも持ってこられて儒教っていうと何となくイメージがあるというのがその江戸時代の儒教なんですよね年功序列とかね 親子の関係とかね人ああとかね人義みたいなねそういう江戸時代の侍のあの何ていうかこう親子の強い結び付きみたいなのがこの儒教だよねーってイメージしてる方このねイメージもね実はちょっと違うんだよってことを教えてくれますだから儒教のイメージとか孔子のイメージとかがガラッと変わるこの本むちゃくちゃ面白いんですよ。 えー、そうなんだと。うん、でこの「論語とそろばん」渋沢栄一が76歳もうだいぶ年いってから書いてるんですね「利をし残そうと教えようと」とだからでもかなり成熟した渋沢栄一が書いてるんですけどはっきり言います「論語とそろばん」っていうタイトル秀逸なんですよ非常に秀逸なんこれ何かと言いますと論語っていうのはこの「道徳」そろばんっていうのは商人の持ってるもんだよねだから経済なんですよねっ道徳と お金儲けっていう全く真逆のものを一つのタイトルに入れ込んであるわけなんですよこれまさに真逆だと販売当時も今もきっとそう思ってると思うねっ道徳教育っていうものってっ、ま、役に立つ学校で真面目に受けた人いるい,やいないですよいやごめんなさい俺が受けてないだけかもしれない <laughs> ごめんなさい僕だけでした <laughs> すいませんこんなになっちゃいましてというね <laughs> あの道徳教育なんてだって受験出ないもん って思うじゃないですかね。受験強化を頑張るんだよ。勝つためのね、勝つための勉強だね。英数国理社しかも選択科目以外はしなくていい。配分の点数の配分の高い英語とか数学とかそこははあのー、多めにやるんだとかね。そういうことをねこう聞いて育ったわけじゃないですか。道徳をとにかくやれなんていう塾はないわけですよ。 ね、そういうことですよねつまり役に立つけどちょっと卑しいとされているイメージとありがたいけど役に立たないとされているその両極端のもの道徳教育というものと実学といわれる経済教育この2つ実は江戸時代からバチーンと分かれてたんですよ。つまり侍ってのは働かないわけですよね。 でも偉いわけですよね。で、いい教育を受けるわけですよ。で、侍の儒教のね、教育で学問を受けるわけですね。なるほど、なるほど。その当時のね、儒、えー、教はですね、まあ、講師、孟子とかいろいろと引き継がれた後ですね、朱子っていうのが宋の時代に出てくるんですね。まあ、だいぶ後ですよ。宋ですから。ね。その宋の時代に朱子っていうのが出てきた朱子学というものを、まあ徳川がですね、取り入れて、その上で、まあ、 普及していったまあ、朱子学なんですねこれは儒教の一派なんですけれどもそれをやってる侍で農耕省はお金儲けしてるんだけどもお金を作るんだけども決してそれは尊いことじゃないよというふうに、まあ、教わってるわけですよ。道徳っていうのはで特にですねこの朱子学の中で教わってたのがお金儲けはしてはいけないそういう感じイメージで言うと中国のキリスト教に近い。 イメージだったんですよ。それもね、なんとなくそうでしょ政治家から迫害されながら、弟子を引き連れて、その弟子たちが残したね、えー、彼が言ったんだっていう文言が残っていく。なんか聖書っぽいじゃないですか。で、なんかこう、道徳的なことを言う。聖書っぽいでしょただね、その違いってのも後々ね、明らかになってくるから面白いんですけど、そういうね、区分けの仕方なんですよ。ね。ところがね、これが本当は違うよっていうこともこっちで言ってくれるんだけど、この二つの分かれた中で、 明治がるわけですすよよ侍がななくなるわけですよ、ね、で、道徳教育って何だったんだろうっていうその儒教で治めてた江戸の時代っていうのが終わるわけこれにエクストリーム日本史もう一回見直してほしいんですけども日本ってすっごく複雑だったのが飛鳥時代に仏教を輸入してその仏教で国を治めたんだけどなんかうまくいかなくなっちゃって、まあ、行き過ぎちゃってね仏教の権力結び付きが。 で、やめなきゃっつって戦国時代にお寺とかぶっ壊したりしながら治めた新しい徳川の幕府がじゃあ儒教で治めようとやったんだがそれも明治維新でぶっ壊されてそのぶっ壊された後に入ってきたのが西洋の科学だったわけですよ。西洋の科学とか技術が入ってくるわけよ儒教という道徳がなくなりお金儲けのところに科学が入ってきた。 そのことによってですね、道徳教育が全くないままですね、新しい技術だけが入ってきて、もっともっとお金儲けなきゃーっていう風になってる日本人しかいないぞという風になってたらしいんですね。というのも、この渋沢一曰く、西洋はそれを、道徳教育を行補ってるのが宗教だと。つまり、キリスト教とかね、イスラム教とかね、そういうものが、まあ、ベースにあって、 それで沖縄れて科学があったんだけど日本はこれが奪われたあとで何もないところにこう来たどうするんだというところで経済と道徳を合体させて私が教えるそれが失われた日本の精神教育だということでこの本が始まるわけですよ。そしてこれがないとたとえ成功したとしても山形有朋のように決して 望ましい成功ではなくなってしまう大事なことは何なのか私が教えようこれなんですよむちゃくちゃ説得力ある国民から「渋沢さん!」って言われながら大実績残してもう国の中のことも民間のことも分かっているといこの渋沢栄一の書いた道徳教育これが経済だけのビジネス本だったらね大したことないんですよこの人が論語を語るから面白いさあ行きましょう何が書いてあるか 約10個に分かれてるんですけど僕がザーッと読んだところもう大事なところが最初の3章にギュッと詰ままってますもうこの考え方が大事なんだということも最初の3章にギュッと詰まってますそして残りのですねこの4から9章のところはそのいわゆる儒教の今までのイメージは誤解も含まれてるよっていうことでそれの修正とかあと細かいエピソード こんな話もある、こんな話もあるっていう、まあ、あの、おかずの部分ですね。があって、最後の最後に、人生とは何た、何たるものかという結論があるという感じのバランスになっております。なので、1、2、3章をね、時間ない方、ギュッと読んで、えー、いただくだけでも、あ面白いなと思っていただけると思いますので、おすすめです。ねえ、まずね、ドアに一番大事な、書生と信条という章があるんですね。ここではですね、論語とそろばんは、遠いようで近いものなんだと。 おつまり、道徳と経済は全く遠いと思うでしょ関係ないと思われてきたんですよでも、全く違うんです、それは一緒じゃなきゃ、意味がないんですという章なんですよはい、そこで言われているのがですね至詳細ね。侍の魂を持ちながら、アキンドの能力で戦っていくね。これが、新しい日本の、日本人のビジョンですと これって実はね、あの、あるお言葉をね、パロディーしたものなんですよ。これを分かってる人はものすごいインテ定なんですけど、思根詳細とはある有名な言葉のパロディーなんですね。これ何かと言いますと、和魂関西っていう言葉があるんですね。この和魂関西っていうのは、ヤマトの魂で、漢、中国の知識もあるということなんですよ。 これ、かつて菅原道真が言ってたことなんですね菅原道真の時代に言われていて大和魂を持つこととあの、先進的なその当時非常に先進的な中国のえ情報をちゃんと知っていることこの両方が大事であるとで、どっちが大事なんだなんていう論争がありながらですね、えー、菅原道真は大和魂大事だよということをま説、あ、いたで、まあ、あのー、そこからいろいろと 揉めていくんですけどただ菅原道真ってすごかったって話も4、ね、出てくるんで非常にし渋沢愛きなんですよこれね山形対渋沢みたいな感じで結構ね誰々対誰々って出てきますこれの渋沢側にいたというふうに渋沢が、あのー、主張してるのが菅原道真なんですよ菅原道真って実は左遷されてるでしょ左遷したのが藤原の時平って人なんですよ 時平対道真の論語で言うと、時平はどっちかっていうと、山形側なんですね。で、これどう違うのかってことは言われるんですけど、道真的な文脈で思考の詳細って。大事なのは、あと大和魂だけじゃない。商売人の才能だけじゃない。これが合わさってることが大事なんだよ。つまり論語とそろばんって一緒じゃなきゃ意味がない。ね。そういうふうに言ってる。でね、論語って役に立たないと思うかいと。そんなことないんだぜ、と。ね。すごい大事。これね。 新君君って,知ってますこれものすごい俺響いたんだけど神君神の君ってねゴッ,ゴッドキングですよこれ誰かっていうと徳川家康なんですよ徳川家康が亡くなった時のまあ教えとして残した短い文章があるんです是非ねあのー、皆さんもねしっかりググって頂ければすぐ出てくる短い文章人生は重い荷物を背負って長い道を歩くようなもんだ 焦ってはならないっていうところから始まるんですね。それで及ばざるは過ぎたるに勝されりって言ってるんですよ。ですあの過剰なものよりも及ばない方がいいよっていう風に言ってるんですね。なんか聞いたことあるよね。聞いたことあるセリフが結構あるんですよ。怒りはあと怒りは敵だよとか。とにかくね忍耐のことについて書いてあるね。忍耐とか人生は長いから焦るなよとね。 怒りは敵だぞ、と。辛い時は自分が厳しかった頃のことを思い出,せも出して耐えろよとねっ焦んな焦んなそういうことを書いてあるわけねで「及ばざるは過ぎたるに勝れりちょっと足りないぐらいでもやりすぎるよりちょうどいいぜ」つって終わってる実はこのね徳川家康のこの教えは日光東照宮にも刻まれてぐらいすごい有名な教えなんですよ ま、あ、一説によると、徳川家康じゃないんじゃないかとか、家康が言いそうなことを三つ国が書いたんじゃないかとか、いろいろ言われてるんですけど、この、えー、渋沢一は徳川家康が書いたものという案を採用しています。で、この徳川家康の言葉、実はですね、論語の寄せ集めなんですよ。これ、徳川家康がゼロから考えたものじゃなくて、徳川家康がこの論語の中で国言ってたものを抜粋したんじゃないか、と言われてる。全く同じセリフが論語に全部出てくるんですよ。 夢を叶えるのに、何が必要ですかこれをねバチッと言ってくるのが常識と習慣必要なのは常識であるとこれ常識とは何か知恵情愛意志って言うんですねこのね視観察と地上位だけを覚えるだけでもこの渋沢栄一からものすごい学べます